女性って特にね、着る服がないって悩むでしょ。それはないと思ってるだけで、物理的にはいっぱいあるわけでしょ、はい、でないのに、ないのにある、あるのにない、これおかしいと思ったら、正確に現状を認識すると、はい、着たい服はない、はい、着たくない服はいっぱいある、そうですね、気がついたんですよね。そうすると着たくないのになぜあるか、ですよね。そうですね、それはもう執着高かったとかね。さあ、それでは本日の素敵なゲストをご紹介いたします。断捨離提唱者の山下秀子さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いいたします。あの、断捨離という言葉なんですけれども、うん、はい、もうあの耳に聞き慣れているぐらいこう浸透してますよね、世の中に、はい、で山下さんがこの提唱された断捨離なんですが、うん、はい、2001年からもう提唱してらっしゃるんでしょうか。そうですね、まあ、その2001年からというのは私個人のね、本当に私個人のこう自分で作り上げてきた、はい、まあ、生活哲学なんですが、それをまあ外のね、周りに向かって発信しだしたのが、はい、2001年なんですよね。あ、なるほど。だから私自身の断捨離はもうそれこそ運10年あ、そうですか。それよりも前からもうずっと。そうですね、40年以上ですね、実は。そうなんですね、もともとそういうことにこうご関心がおありだったんですか。そうですね、いやね、全然関心はなかったですね、たまたまあのご縁で、大学の4年生でしたか、その時に、本当にたまたまのご縁でヨガ道場に行きまして、そこで断業、捨業、離業、立つ業法、捨てる業法、離れる業法ですね、まあ、執着を断って捨てて離れなさいっていうね、そういう教えを受けたんですよ、はい、で受けたというよりは聞いただけ、あるいはかじっただけ、はい、いやかじったどころか舐めただけみたいなこれはまずい、まずいものを知ってしまったみたいな形でね。なるほど、まあ、10年ほど封印しましたね、はい、だって執着を扱うような、ねえ、今だって執着だらけなのに、とてもおこがましい話ですよね。そうですか。でもね、大事なことだって分かったので、これを何か日常の生活で、こう極めていくっていうかな、まあ、お稽古していくっていうのかな、まあ、そういう道じゃないかなと思った時に、まあ、出会ってから10年後に封印が解けて、まあ、日常の片付けですよね、そこに落とし込んだということだと思うんですね。なぜならば自分が、ね、はい、あの不出来な主婦だったので、家事苦手な主婦だったので、その家事こそ命を育むものなのに、はい、なんでこんなに私たちこの家事嫌いなのかなっていうところで、でもそこで大切な教えであった断業、捨業、離業をこう、一緒にすればなんとかなるんじゃないかなっていう淡い期待のもとに始めましたね。そうですか、はい、なかなかそれ思いついても実践に移すって難しいと思うんですけれど、でもね、これ実は簡単だったんですよ。だって、あの女性って特にね、まあ、ゆうきさんもそうだと思うんですけど、着る服がないって悩むでしょ。悩みます、でも実際はないんだけど、それはないと思ってるだけで、物理的にはいっぱいあるわけでしょ、はい、あ、そうですね、クローゼットに。確かに。で、ないのに、ないのにある、あるのにない、これおかしいと思ったら、正確に現状を認識すると、着たい服はない、はい、着たくない服はいっぱいある、そうですね、気がついたんですよね。そうすると着たくないのになぜあるか、ですよね。そうですね、それはもう執着高かったとかね、もしかして痩せたら着れるかもしれないとかね、いろんなね、こう捏造したね、執着があるから、その証拠品として、家にね、着たくもないし、いや、第一着れないでしょ、ファスナーが上がらない、ね、というような服になり果ててるにもかかわらず、私たちは取っておくんだなって、そこに気がついたんですよ。すごい深いんですね。だから実はね、その日常の生活空間ですね、ある意味里の行って言ったらいいのかな、山の上でね、こう特別にすることではなく、日常生活の中で、ああ自分の執着に気づき、その執着の証拠品である、もう用の御用済みの服との戦い、だからこの断捨離は、山下秀子の断捨離は実はクローゼット
がスタートだったということですね。そうなんですか、うん、一番ねこう、ま、女性だったりこう、うん、こう現れやすいところですよね、うん、なるほど。じゃあそこから始まって次は はい、どこに行ったんでしょうか。そうですね、ま、最初にクローゼットって、もう怒り覚えるんですよね、自分がしでかしたことなのに、はい、なんでこんなに余計な服が着もしないのに、着られもしないのに、いや着たくもないのに、こんなにあるんだろうと思ったらね、もう怒りがこみ上げてきてねでしかもその自分がしでかした不始末に怒りがこみ上げてくると同時に、はい、周りの家族もそうなわけですよね。そうですね、そっちにも怒りがこみ上げてきてね、実は大変だったんだけど、はい、その怒りをこう感謝に変えていくっていうのかな。なんだかんだと言ってもお世話になった服なんだ、ちゃんと扱えなかったのは私自身なんだっていう形で、はい、お詫びと感謝を繰り返せるようにな、なるのに、はい、やっぱり数年かかってしまったんですよね実は。確かにそれを感謝にまで変えるのは大変だったような気がいたします。私たちって誰か人のせいにしたいじゃないですか、はい、そうですね、だから自分が申し訳ないことを、申し訳ない扱いをしたとかいうことにね、たどり着くまで時間かかって、その格闘はかなり長く続き、でそこがそういうことだったんで分かってから今度、台所とかね、こう台所にあるものですね、はい、いわゆる便利グッズ、はい、ね、この用途別に揃えちゃうでしょ。ありますね、でそれがもう空間を損なうほどね、こう堆積しているという状態ですね。なるほど。まずその次に食器でしたね、食器、共通点があったんですよ、洋服って装うものでしょ、で自分を装うものなんだけど、食器っていうのはお料理を装うもの、で洋服はまた自分の入れ物だったり、食べ物は、食器は食べ物の入れ物だったんですね、そうか、私たちってなんとなく入れ物に弱いんだな、入れ物となるとついちょっと置きたくなるんだなっていう、そういうことにも気づき出して、こんなに入れ物があってどうするの？で結局タッパー、こう密封容器ってあるじゃないですか、であそこにあれは食、食べ物を入れるものであるにもかかわらず、タッパーの中にタッパーが入ってるんですよでそのタッパー開けるとまたタッパーが入ってるわけですねでそのたくさんのタッパーは収納庫全部に収まってて、全然活かしてないな。でそこで気がついたのは、全てが過剰だったってことに気がついた。自分が活かせなかったのは、このものをちゃんと活かせてあげられなかったのは、多すぎるからだって気がついた。なるほど、適量というのがあるのですね。そのだから少なすぎても悲しいじゃないですか、足りないって。そうですね、足りないというよりは、少なすぎるね、で多くてもそこにね、残念なことが起きてるんだな、で自分の身の回りを目回したら、足りない困難よりも、多すぎる不幸に囲まれてるんだなっていうことに改めて気がついて、多すぎる不幸を立って捨てて離れていこうとしてるのが断捨離だということですね。なるほど、だからきちんとその、ある意味セオリーがあるということですよね。だからまず過剰に気づくこと、不足は気がつきやすいので大丈夫、そして足していくことは得意だから、もう学ばなくてもいい、お稽古しなくても、でも私たちは多い、多すぎるってことに対しては、こう無自覚なんですね。そうですね。だからまずそこに気づこう、そして気づいたら今度引き算ですよね、また引き算が苦手なんですよ、はい、学校の算数もそうでた、足し算まではなんとか指折ってできたんだけど、引き算となると途端にそこで止まっちゃったっていう、確かに苦い経験があるんで、引き算って苦手なんだ、目の前からなくしていくってことは非常にハードルが高いんだなっていうのをね、改めて気づいたからこそ、立って捨てて離れていく、全部引き算でしょ。そうですね、引き算の視点を持つこと、引き算の視点に基づいた、思考を持つこと、そして引き算の思考に基づいた、引き算の行動をしていくこと、それがね、すごくその過剰からの不幸ですよね、を自分を脱出することができた、という経験ですよね。なるほど。でもそれに30年近く
試行錯誤でした。そうですか、うん、あの今日はですね、まあ、1月の、ね、半ばの、ね、うん、放送でもあるんですけれども、はい、まあ、大掃除終わった後なんですが、ですね、まだ今からでも間に合うということ で、 もちろんですよ、まあ、新しい年って、常に来るじゃないですか、はい、まあ、元旦ではなく今度はこう、はい、節分ですね、だから春、立春に向けて、はい、立春に向けて、はい、春がやってくる、はい、でそれでも間に合わなかったら、はい、その春分でもいいし、そうですね、常に常に退社していくっていうの、はい、常にということですね、これ、はい、これからが断捨離のある意味トップシーズンかもしれませんよ、はい、ね、春に向けて芽吹いていく季節に向けて、余計な根っこ、余計な枝葉は刈り取っておくっていうのはとても大事だと思いますよ。あ、そうですね、ありがとうございます、うん、はい、それでは来週もまたご出演いただけるということですので、はい、このお話の続きを伺っていきたいと思います、はい、本日はどうもありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございます。その問題解決がまさにそのまんま空間に現れてるわけですよね、で例えばやっぱり一番多いのは家族関係ですね、特に夫婦関係、その問題がそのまま空間に映し出されてる、顕在化しているという、そうです、空間を整えていくことによって関係が整っていく、だからこんなありさまじゃイライラするのは当たり前だよね、